はい、選挙カーってうるさいやん。うるさいやん。ね、皆さんその選挙のウグイスとかなんやとか、こう仕事とか。やったやった。うん。結構しんどいよあれは。一日中ってこうやって。ずっとニコニコしながら、ね。ニコニコしながらこう白手袋で。腹立つやつ持ったりする？遠くからのご声援ありがとうございますとか言うねってやるんですよ。ね。ね。ね。僕も一回行ったことある。ウグイスじゃないよ。そらそう。ウグイスじゃないけど、立候補したんですか？立候補はしないし、来たって当の3票ぐらいしか入れない。身内。そう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 。いや逆にね。身内も入れてくれへんかもわからない。いや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 、逆に入れとかななんか言われるってみんな書いてくれるかもしれへんね。この人数は絶対にあいつとこいつ。わかるわかる。知り合いがね。知り合いが。ある議員さんの秘書してたって、うん、言うたらその兄そんな弟子になるのかどうかわからないけど先輩が、うん、立候補しはったから、うん、でそいつがその選挙の事務所の仕切りで、うん、僕の友達がだから選挙の事務所の仕切りをやってたから、うん、ちょっと応援に来てくれへんかと、うん、そうそう、だから選挙事務所のウグイスとかやったらあれでしょ、選挙事務所が始まってからのお仕事でしょ、ほぼ、うん、そうそうそう、だから裏方はもう始まる前からやから、うん、あ、事務所の立ち上げからね、そうそう、大阪の城東区っていうところで候補しはった人やねんけど、うんうん、城東区の街をまず1週間2、3週間前からあっちこっちくまなく自分が歩いてみたりとか、チャリンコ乗ってみたりとか、うん、車で走ってみたりとかして、うん、この道は車で行った方がいいとか、ここはチャリンコがいいとか、あ、そんなルートまで全部調べるんだ、ほんで大体何分この距離でかかるからっていうので地図見てこの距離が10分やからこっからここまで1時間歩いたら1時間と、ああでちょっと歩いて2時間3時間ほど歩いて事務所に帰ってきて飯を食うて次は車でとかいうのをその前もって、ああ、そうかそうか、それも大変よ、その期間中に今日はどのルート、そうそうそう、明日はどのルートっていうのをあらかじめ決めとかないとね、で候補者乗ってる車と乗ってへん車があったりするから、うんうん、候補者に今日はどこに乗せるかとか、うん、そういう戦略を立てていくとか、そうですね、その地方の その地域の公民館とかでなんか講演会とかするんで何時までに着かなあかんとか、で今日は講演会があるからその周りを攻めようとか、そういうののお手伝いに行ってた、それすごい大変ですよね、めちゃめちゃ大変ですよね、うんうん、そこで知り合ったうちの嫁さん、あ、そう、ええー、とこで、あら、頑張った甲斐がありました ね頑張ったかどうかわからへんけどね何でもやってみるもんやな、そうそうそう何でもやらん、全然ないわそんなには旦那とどこで知り合わはったの、紹介友達の、友達のっていうか、うん、漫才してる人の舞台を見に行ってんや、うん、私元してたからもっと漫才してたから、でそこで打ち上げや言うて行こうかって言うたら、その来てた男の人がおって、ちょうど前になって喋ってて話しようって、うん、飲みに行こうやってなって、えってなるやん、あんまりちょ 軽そうな人やってんやん、いちいちでは嫌やんそんなん軽いのは、うん、で誰か連れてきてやって言ったのがうちの旦那やで、うん、おでもたま友達の友達みたいな、友達の友達、うんね、でも友達でも1回しか会うたことない人で、私はそこでこうパッと話が盛り上がった、盛り上がったかな、盛り上がったかな、ちょっと気になるね、もう十何年も前のこと分かれへん覚えてるやろ、いや盛り上がった、家が近所やっただけ、たまたまそのうちだから堺やねんけども、うん、堺ってなかなかいてなかった、みんな私らの年いったらもう一人暮らしこっちでしてるから、うん、都会ばっかりあって、うん、堺なんってなって、うん、なら、うん、そこの家が、まあ、うち車で15分ぐらいだったんかな、でそんなんでそこからかな、あ、そっか、どこ遊びに行ってんのとかみたいな話になる、そうそうそう、でももともとその人は山口の人やねん山口の人やねん、お父さんの転勤で大阪に来て、うん、でたまたま講談が当たったって言って、うん、その堺の方で住んで、うんうん、だから堺のことは全く知らへんくって、堺、大和川を越えたら息苦しいとかいうようなやつやってる私も息苦しいどうしても淀川から向こうの北川の日やって住んでんのもそうやから、うん、だからもう全然知らんし、言葉がとりあえず慣れへんかったみたい、ああ山口の方言とか聞いたら分からへんかったり始めしてた、いや、もっちゃりしてるだけやん、
そんな濃いのね、うん、で大阪にだって大阪に分かるように喋りよるやろうしね、うん、あのお父さんとお母さんはもうバリバリの山口、うん、岩国やから、うん、岩国の人やから、うん、岩国弁やねんけども、うん、もっちゃりほんまにな、うん、うん、そやな、どんなんやろ、もっちゃりってゆったりしてる感じ、全体の喋りが、そうでもない、うん、早く早口なんかな、うん、もっちゃり、もな、とりあえずもっちゃりしてねあのお風呂とかでも早入りっていうのも、うん、早く入らんねえみたいな、ああ雰囲気としては分からんことはない、うんうん、何言うても何言うとるんっていうのや、うん、何言うとるんてってみたいなそれそれ突っ込むのが大阪人だけなんじゃないのそれ、そう、うん、でもうちの子供は悪だよやっぱりその、うん、言葉に、まあこっちに住んではんねんけどお父さんもお母さんも、うん、まあ行くやんたまに、うん、なら、まあ、ちっちゃい時は分かれへんけど、うん、だんだん分かってきたらもう堺に今も住んでるからずっと堺弁っていうかもう大阪弁バリバリでするから、やっぱりそういう向こうの言葉聞いたらゲラゲラ急に笑い出すから、あそんなにイントネーションが、イントネーション違う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 ね、うん、なんかそうそう、あの単語で言うたらさ骨とかでもさイギって言ったらさ、え骨魚のイギ、わかんないね、最初イギって、うん、知ってるふりしようかどうしようかなと思い何やろうと思う、魚の骨取ってて、イギ取って、イギじゃあ子供に取るときに、うん、イギ取ったらな、あの詰まるよって刺さるよって言うねんけど、イギって何よって魚のイギって何って言うので、うん、あ骨のことかみたいな、あそれは分かりませんわ、難しいな、そうそう、だから単語で言うたらちょこちょこ分からへんのも、うんうんうん、あるん、でもお父さんお母さんも大阪的で長いんでしょ、長い長い長いけどやっぱり抜けはらへん、うん、年いってる人は抜け、うんだって関西だけでもやっぱ違うもん、違う違う違いますね、うんうん、私北方面だからさ、やっぱり本当さっきの話のように大和川越えると怖く感じる、うんうん、電車乗ってる客層ちゃうもんね、阪急とか違いますねこっちの阪急とかの辺全然違います、空気違うね服装もちゃうかな、うん、うん、なんていうかな違いますよね、そうなんやね、うん、都会の人は怖いっちゅう話やねそう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 ね、うん、都会の人は怖いっちゅう話はまだ今度ゆっくりしましょうか、わかりました、はい